座り座っていい。これ言えるのすごいっす。かわいそうだなっていう。そんな選択肢ありなんだって。包丁置こうかな。チャラい。せーの。マイナビニュースをご覧の皆さん、こんにちは。世界です。スンギです。高明です。マサヤです。マサトです。みんなの前で言うのちょっとあれなんですけど、いやいや気持ちね、うん、今のその終わってどういう結果になりましたよのその気持ちは、マサヤのこと好きだから、幸せになってほしいし、マサヤとモモが一緒になってくれる結果っていうのがめっちゃ嬉しかった。隣座っていい。めちゃめちゃいいやつなんですよね、みんなね、すごい。これ言えるのすごいっす。マジで嬉しかった。いや今言ってもらってなんかすごい嬉しい。うん、もう僕はまっすぐ思いを伝えて砕けたんで、あの何もないです。あのなんかやり残したこととかも何もなく、でもなんかすごく選ぶのに大変だったんだろうな、かわいそうだなっていう気持ちがいっぱいでしたね。いや大丈夫だよとも言えず、言う間もなくもうバスで行ったんで、ちょっとそこだけちょっとなんか気持ちになんか残りがあります。僕は最終告白の時に、まあ僕のバスから最初にパッて、ちょっと長かったんですけど、その告白してからちょっと間があって結構な長さで、最初に乗ってきた方が負けだなっていうのは思ってて、で最初に僕のバスの方に乗ってきたんで、うわ負けたって思ったんですけど、引き分けだったっていうのを知らなくて、その一回止まるまでで、本当もう素直に「って言っちゃったんですよ。もう本当マスターみたいな。なんでそこはなんか本当水木ってもうかっこいい女性だなっていうのは、そのもやもやした状態で答えをなんかどっちかを選ぶんじゃなくて、どっちも選ばないっていうのはすごい普通にできないなって、僕だったら多分もうまあいっかって選んでたと思ったんで、すごいそこかっこいいなって思いましたし、エリカからも思いを伝えられて、やっぱ素直に嬉しかったし、あんなお菓子を僕が食べちゃって怒らせたりもしましたけど、それでもなんか、まあ、そんなことでも、まあ、僕なんかに怒ってくれる人っていうのは多分そんなに生きてていないんだろうなっていうのは思ったんで、なんか会えるようになったら会いたいなと思います。本気で最後まで分からなかったですね。こう告白してからすごく悩んでる時間が長くて、うん、あもうなんかその時間がすごいなんか苦しめてるなっていう申し訳ないみたいな感じでした。でも最後まで本当に分からなかったです。で確かに言った通りなんかどっちも選ばないっていうあの決断はすごいかっこいいなって僕もその時思いましたね。そんな選択肢ありなんだって思った。なるほどね、シンプルにね。うん、そう、それありなんだ。うん、おお、さすが見つけてる。確かにって感じです。確かに。と僕は心境の変化としては、やっぱり別れた原因が僕の言葉足らずというか、まあこれぐらいでなんとなく理解してくれてるだろうみたいなのをやっぱ口に出さずにこう。雰囲気でやってたちょっとこう曖昧だったことを、まあ、言葉として伝える、しっかり伝える、やっぱり伝えないとやっぱ分かんないなっていうのがこのパンスですごいテーマでもあったし、多分それを認めてくれて一緒に多分帰ってきてるとは思うので、まあそれをやっぱりしっかり継続して、まあ、常にまあ、ももちゃんの、まあ、理想のご男性像で、まあ、入れるようにやっぱしっかり努力していきたいなっていう、多分これで安心じゃなくて多分もっともっと多分魅力的にしっかり思わせるような行動をしっかりしていかないとっていうのが、まあ、一応今の心境で、
です。 P ちゃんの心境ですか？ P ちゃんの心境それがね、 P ちゃんの心境、 P ちゃんの心境、 P ちゃん、 P ちゃん、 P ちゃん、そうですね、はい。まああとでも本当に恋愛ってすごいなって結構思いましたね。結構なんかちょっとこっぱずかしいジャンルとして、なんか日本人ってこう隠したりとか、なんかちょっとそういうのがあるんですけど、やっぱめちゃめちゃ仕事のモチベーションになったりとか、大切な人を思うためにいろんな努力ができたりとか、まあ、すごいそこのなんか恋愛っていうこのジャンルをすごい見直せたというか、今までもっと仕事の片手間みたいな感じだったんですけど、やっぱそこも大事だなっていうのも思いました。はい、確かに、確かにそうだ。こっち置こうかな。チャラい。ハサミにしようかな。ハサミでいけようかな。強いね。強いな。結婚したしね。確かに。このままね。終わった後の心境は、なんかさっきも言った通り、恋愛4年間もしてこなかったんで、なんか恋愛したら自分ってこんな一面があるんだっていうのを知れたのは、すごくなんか楽しかったです。で、終わった後、いいなと思ったのは、結局、ユキと一緒になれたのはすごく良かったんですけど、前回付き合ってる時って結構自分がもうどうしようもない人間だったので、なんか振り回しまくってたんですけど、今回も改めてこう一緒になれて、今までの自分はもう本当どうしようもなかったんですけど、今の自分っていうのはこういろんな部分でこう成長できたりとか、こうなんですかね、こう愛がどういうものかっていうのを知ってるんで、より良いこう付き合い方ができるっていう確信がありますね。以上です。